四代目、中村主官は、歌舞伎役者。野号は、聖駒屋。俗に、大主官と呼ばれた名優。大阪道頓堀に、歌舞伎役者、中村富士郎の長男として生まれる。中村玉太郎、中村正之助、中村小正郎の芸名を経て、1838年、四代目、中村歌右衛門の養子となる。同年江戸により翌年3月、初代。 中村福助を名乗る。1860年7月4代目、中村士官を襲名。1863年には森田座座党になる。以後は江戸の舞台で活躍する。美しい要望で、いくら頑張っても本物のように描けないと浮世絵師を嘆かせたという。人気もものすごく、名人と呼ばれた4代目市川賞。段次も、 主観には勝てず、一時は大阪へ帰ろうかと思ったり、他の俳優が彼を舞台でいじめる役がいなくなって困ったほどだった。その美しい姿は、今日も、西絵や舞台写真で伺うことができる。立役、実枠、お山を兼ね、時代物世話物も得意。ことに父四代目歌え物から仕込まれた、書作事は絶品だった。 功績に引い出ておらずしかもセリフ覚えが悪く、舞台では常に黒子がセリフ出しの貢献をしていたほどであった。このことは、士官が初演時に演じた、白波五人男の南郷力丸でも、特にセリフを覚えるのが嫌いだと二代目、川竹新七に書かれるほど知られていた。しかし複雑な踊りの手順はことごとく覚えていたという。後年、九代目、市川團十郎と、 二人道なりを踊ったときは、男十郎が汗だくなのに対し士官は、涼しげな顔で周囲を驚嘆させたという。豊原国地下が、江戸桜の、髭の生きる実生活でも、逸話の多い人で、養子の四代目、中村福助が地球儀を見せて、ここが日本ですと教えると、べらぼうめ、日本が、そんなに、狭いわけがねえと怒り出す。そこでアメリカを指して日本ですと言ったら、当たり名誉。 そうでなくちゃいけねえと答えた。近所で火事が起こると何もかもほったらかして見物に行った。温厚特実な性格だったが破棄に欠ける嫌いがあった。それが災いし、明治以降は古風な芸が時代に合わなくなっていった。また、功績の悪さが年とともにひどくなり、セリフ覚えが悪いことが新作に向かないなどの理由で、大舞台からは遠ざけられ、小芝居に出るようになった。 特に1893年、巡業中のたじみで、法解棒を上演中に足を負傷し、演技に支障をきたすようになるなど、ますます精彩をかき晩年は不遇であった。それでも時折歌舞伎座の舞台に立った。実際の舞台に接した岡本喜道は、士官の顔立ちの良さは九代目、男十郎の日ではないほど立派なもので、あの鋭い目で見えをすると、 他の俳優が光を失うと実戒している。当たり役は、芋瀬山婦女定金の大判事、樹蘇が対面の工藤助常、熊谷陣屋の熊谷の大ザネ、助六の髭の一球、吉常腰越城のこと、兵衛、三門の石川五右衛門、夏祭りな庭館の段七、金閣寺の松永大善、日高川の先導、隅田川族面影の崩海坊、鎌倉三大器の佐々木高綱、 所佐寺は、六河川姿あや、敬画の小娘道の理事、袴だれやすすけ、ありがとうございます。